スター愛野の愛野による愛野のための愛野わがままタイム、イエーイ。おはよう、起きてますか？皆様改めましておはようございます。スター愛野です。ですね、実はですね、なんと期間限定の1ヶ月間、この毎週月曜日12時半から愛野の時間になってしまったんですよ。皆様、まだ続くんかって思ってるでしょう。よろしくお願いいたします。この番組はですね、私がやりたいことをやりたいというストレートな番組なんですよ。なので、なんですかね、こう今までこう3人でさせてきてもらっていたことも踏まえつつ、新たにスター愛野をもっと知ってほしいということを気持ちも踏まえつつ、そして時にはですね、私改めて福姫というユニットを作りましたので、その福姫とは何ぞやと、福姫とは誰ぞやということで、その福姫さんもゲストに呼んだりと、いろいろと盛りだくさんな30分間になってますので、皆様12時半ですよ。これから今月いっぱいですかね、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。やりたいことやりますから、30分間ちゃんと見ておいてくださいね。はい、それでは今日はですね、先週終わった番組から引き継いで、浅草のちょっといいところというコーナーと、愛野の歌をみんなもっと一緒に歌ってほしいなということで、愛野の歌をもっと一緒に歌いましょうというコーナーをしますので、どうぞ皆様喉を潤しておいてください。一緒に歌ってもらいますから、ちゃんと聞こえてますからね、よろしくお願いいたします。それでは今日から9月です。新学期です。新しい気持ちで今月、あと下半期一緒にね、楽しく過ごしましょう。ほな、後ほど。浅草のちょっといいところ。はい、始まりました。この番組はですね、このコーナーはですね、私スター愛野がとてもとても浅草が大好きだということで、浅草には神様がいるぞということで、その浅草のいいところ、お店だったりとかスポットだったりとかを私なりの目線で見てご紹介させていただけたらなと思い、勝手にやっているコーナーでございます。ほぼほぼお食事するお店が多かったりするんですけども、皆様一緒に浅草のちょっといいところを見つけてください。それではまず1個目の写真、ダン、ダダン、韓国の味。このお店がですね、私の、ずっと働かせてもらっている夢町劇場の目の前にあるお店なんですけども、新しく最近できたお店で、スンドゥブが美味しいということで行ってみたんです。次の写真、ドン、これ店内ですね。
すごくこうなんだっけ、韓国のアイドルの映像とか写真とかポスターとかいっぱい貼ってあって、で作ってる方もね向こうの国の方で、すごく本格的な味で美味しいんですよ。次の写真ドン。あ、これ違う。あれ、この次の写真ドン。これはね後ほどね紹介させていただく写真ですよ。この風景覚えておいてくださいね。次の写真は、あ、これ私が差し替え間違えてますね写真。次の写真いっちゃってください。そうそう、これ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 、これはビビンバです。見てわかるってね。このビビンバと私結構この店頻繁に行っていて、ビビンバ、次の写真ドン。プルコギだったかな、プルコギ美味しかったの。このお店ねどれも美味しくって、次の写真ドン。これがね、あの鶏一匹入れてるやつ、サンラータンだっけな。そんな感じの名前のやつです、美味しいの。これなんて名前だったっけな、ど忘れしちゃった。次の写真ドン。はい、このお店がですね、ゆいかっていうお店だったかな、とんかつ屋さんで、とんかつっていう文字が見えたからね入ってみたんですよ。次の写真ドン。これひろみちゃん、これ先週のね帰りですね、先週の帰りに、ラジオの帰りにとんかつ食べようということで、浅草のちょっといいところ見つけようということで、ちょっとした路地に入ってみたんですよね。そしたらこのとんかつ屋さんが目に見えて行ってみたんです。ちょっと小切れやったからね、ちょっとお高いんじゃないかと思って入ってみたんですが、次の写真これがですね、次に、あ、そう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 、この写真に飛んでほしかった、ありがとうございます。この写真入ってみて、お食事が、次の写真ドン。とんかつすごく美味しかったです。私これヒレ肉を頼んだんですけど、次の写真ドン。そう、見えますか、向かい側にいるひろみちゃんが共食いになるからいうことでお刺身にしたんですよね。可愛らしい。次の写真ドン。ダン、ここね皆様行ったことあるかな、すごいね、こんなところにお店あんのっていうところの焼肉屋さんを見つけてしまったんですよ。大福園って読むんだと思います、ここ。次の写真ドン。こうね、一見ね見た感じね、なんかちょっと怪しいじゃないですか、ちょっとここ大丈夫なんかなと思って入ってみたんですね。次の写真ドン。入り口も、え、本当にここ、え、っていう感じのルックスでね、身なりでね。でも入ってみたら、次の写真ドン。すごくアットホームな店内で、ここのお店の方も多分向こうの方やと思うんですけども、次の写真ドン。焼肉はめっちゃ美味しかったんですよ。ここのお店をね説明しろって言われたらとてもできないんですけど、国際通りからのちょっと浅草のロックに入ったぐらいのとこなんですけども、パチンコ屋さんが浅草ロックブロードウェイをずっとまっすぐこう花屋敷の方に行くと正面にパチンコ屋さんがあるじゃないですか。そのパチンコ屋さんを目の前に左に曲がって、で右に曲がって国際通りまでは行かないんですけどもっていう、その一角にあるんですよ。皆様ぜひ見つけてください。宝探しですよこれ。めちゃくちゃ美味しかったんです、ここの焼肉屋さん。穴場やねいうことでね、ここはぜひ紹介したいと思って。それでは次の写真ドン。はい、ここね私ずっと気になっていた東橋を渡って浅草の方ではなくて本所東橋の駅からちょっと歩くんですけども、本当浅草の駅と本所東橋の中間ぐらいにあるカフェで、
オープンテラスのカフェですごくね可愛かったからずっと行ってみたかったんですけど、先週やっと行ってみたんですね。23番地カフェ行ってみたんですよ。次の写真ドン。こんな感じ、おしゃれ。よくね夜通るんですけど外人さんが多くって、このカフェ、次の写真ドン。店内こんな感じです。店内はね座席数はそんな多くないんですけど、多分主にテラス席がねメインなカフェやと思うんですけど、すごくおしゃれな空間で、はい次の写真ドン。私はお昼ご飯を食べに行ったんですけど、サンドイッチすごく美味しかったです。すごくいい雰囲気。次の写真ドン。はい来ました。ここは浅草の銀座線の浅草の駅の近くで、雷門の前って T 字路になってるじゃないですか。わかる方はわかると思うんですけどね、 T 字路になっていて、その雷門からまっすぐ au ショップとかあるところの筋をまっすぐ行ったところにポンってケーキ屋さんができたんですよ最近。でずっと行ってみたいなと思って、おしゃれだ長いかんと思って入ってみたんです。次の写真ドン。はいこんな感じ、おしゃれおしゃれな中身中身。次の写真ドン。こんな感じでねすごい品揃えも多いし、次の写真ドン。綺麗なんですよね、なしとりあえず店内が。次の写真ドン。ねえ豊富でしょ、大きさも。なんかこう何かのパーティーの時とか誕生日の時にサクッと持っていくと、そんなにね値段もね高くなかったんですよ。あこんな感じねっていう一般的な値段。次の写真ドン。そう、そして何よりここのケーキ屋さん、ケーキも美味しいんですけど、このクロワッサンがすごく美味しくって、でも私大好きになったんですけども、ケーキ屋さんのクロワッサンということでね、やっぱりね若干ちょっと甘いんですよ。若干ちょっと甘くって、でも外はちゃんとパリパリしていて、すっごくおすすめです。ここのケーキ屋さんのクロワッサン、ケーキ屋さんのにクロワッサンおすすめしてる。次の写真ドン。これはねキッシュ、すごく美味しかったです。これも外パリパリで中身もねちゃんとずっしりと具材入っていて、ここ美味しい。私だいたいこのクロワッサンとこのキッシュ2つをお昼ご飯に買って帰ったりするんですけど、この間夢町スタッフにもねプレゼントしたら、すごくみんな美味しい美味しい言ってくれて、とてもとてもおすすめでございます。次の写真ドン。はいここね、はあ、ここなんて説明したらいいんやろ。ここのカフェは私まだ入ってないんですが、入りたいなと思って外観を撮ったんですよ。オレンジ通りがあって、ちょっと路地を入るんですね。あのロックスの方の路地にね入るんですけど、行ってみます。次あたり紹介しますので覚えておいてください。の週末の過ごし方、はい、
ありがとうございます。次はですね、アイヌの歌を行く前にちょっと紹介したい私の週末の過ごし方、すごくね今週末楽しかったんですよ。なので紹介させてください。出たわがまま、勝手なプラン今考えました。はい、それではこれも写真で紹介していきます。写真ドンダーダン。これね、夢町劇場にニューオリンズの本場の向こうの方々が歌いに演奏に来てくれたんですよ。ジャズフェスティバルっていうのを夢町劇場でさせてもらったんですけども、あ、週末じゃなかった、先週ですね。先週の過ごし方ですね。すごくね、すっごく良かった。やっぱり私ね、こうゴスペルが好きで、で黒人さんの歌い方とか発声に憧れて、瞬間的に3日間だけニューヨークに行ったことがあって、本物のあの発声の歌が聞きたいと思ってパッと行ってパッと帰ってきたんですけど、ぐらいすごくこう憧れていて、やっぱりあの発声違いますからね。こう体格も違うけど、もう体が楽器みたいな、もうあれが歌うっていうことだなって私本当思うんですけども、っていうのをね、また夢町劇場で近くで見させてもらったんですけども、次の写真ドン。もうね、お客さんもそうやし、演奏者もそうやし、この企画がね、おかみさん会の企画でございまして、ジャズフェスティバル、おかみさんもこの写真の中に写ってるんですけど、さてどれでしょう。勝手にこの写真使ってるから怒られるかもしれへん。すっごくノリノリ、もう最高、向こうの方やっぱりこう音を楽しむ、それが音楽っていうのを見せてもらった日でしたね。3日間でしたね。すごく良かったんです。また来年、毎年やっているので、来年はまた夢町劇場でやってくれるのかな、わからないけど、浅草ではやってるので、去年はね公会堂でやったんですよね。で今年は夢町劇場でやってくれたので、来年もまた来てくれたらいいなと思って、来年もしね夢町劇場来てくれたら皆さん遊びに来てくださいね。はい、それでは次の写真ドン。ダダン。これね、先週ひろみちゃんと昭和歌謡のライブに行ってきたんですね。いろんな方が出てたんですけども、その中でも私、今陽子さんが大好きで、ピンキーとキラーズのやっぱりかっこいい歌い方、そしてみなりステージングすごくかっこいいということで大好きなんですけども、今回この今陽子さんも出ていて、ひろみちゃんとキャーキャー言いながら楽しんでたんですけども、 CD アルバムも買ってしまって、もう何歳の、60歳なんですよね、60代なんですけど、半端ない発声、声の厚み、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。で私はお酒とともに飲みながら歌い続けていくみたいなことを言ってね、ステージング上で、すごくかっこいい女性でしたね。の帰りに次の写真ドン。これは先ほどの、あ、そうそうそう、これ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 、お酒ね、やっぱお酒大事だよねっていうことで、ひろみちゃんとねこの後飲みに行って、最近ねよく浅草の西参道らへんで飲んでるんですけども、次の写真ドン。そう、ひろみちゃんがベロンベロンに酔っ払うんですよ。ひろみちゃんね、あんまり人前で酔っ払わないんですよ。なぜなら私が先に酔っ払ってしまうから、ひろみちゃんは責任を感じて酔っ払えないって言ってました、昨日も。次の写真ドン。こう日本酒ね、行ったんです。めっちゃ可愛くないですか、この容器、ひょっとこ、これ2合瓶なんですけど、次の写真ドン。このね日本酒のね容器が可愛いからね、撮り続けたんですよ。次の写真ドン。これひろみちゃん可愛い。ひろみちゃん酔っ払うと可愛いんですよ。普段ね、ちょっとね、上からちょっときつい感じなんですけど、酔っ払うと可愛いんですよね。次の写真、ドン。はい、これ私やっと見に行ってきました。スタンドバイミー、ドラえもん。先週、先々週かな、見たい映画っ
ていうことでね紹介させてもらったんですけど、次の写真ドン、ドラえもん。これね六本木に行ったんですよ、私久々の浅草を出て六本木に行ってみたの。そしたら六本木がドラえもんジャックされていて、すっごくいっぱいこの人形がそこら中に。次の写真ドン、めちゃめちゃ可愛いでしょ。私ね実はドラえもん大ファンなんですよ、ここぞとばかりに言ってしまいましたが。次の写真ドン、こんな感じ、ドラえもんいっぱいあったんです。いつかね私ちょっとした夢があって、一戸建てを建てた時に庭にドラえもんを置きたいなって思っていて、こんな感じのね置きたいなと思って、だから広い庭が必要なんですけどね、将来の旦那さんにお願いするしかないわと思って。以上です、私の週末の過ごし方でした。はい、ありがとうございます。それでここから私のやりたかったこと、あいのちゃんの歌を一緒に歌おうよのコーナー。はい、ありがとうございます。いつもね私スターあいのでライブをさせてもらうときに定番で歌っている歌があるんですね。でそれを一緒に皆様一緒に歌ってほしいなと思って、もうねこう何回かこういつも来てくださる方は分かってくれてると思うんですけども、これから今日初めて見たよっていう方とか、これからあいのちゃんのライブ見に行くよという方にも一緒に歌ってほしいなと思って歌の講座をしようと思います。その名も自己紹介の歌、一番流してください。あーこの曲って思ってくれましたか、ありがとうございます。この曲はですね、アイノのことをいっぱい知っていただきたいなということで、アイノのその自己紹介をギュッと入れた、私こんなこと考えてます、こんな子ですよっていうね歌詞を詰め込んだ自己紹介の歌なんですね。でこの自己紹介のサビで My name is I know って言うから、 My name is I know I know って皆様ね一緒にね叫んでくれてるんですが、叫んでほしいんですよ。そう、その通り。伝わってるかなこの日本語。もうそろそろ来ますよ。私の名前は My name is I know Do you know the star I know あなたのお名前なんて言うので、この時に私ねマイク向けに行くからね、ちゃんと自分の自己紹介名前をねアピールしてほしいんですよっていうね一場面があって、これ毎回のライブで絶対歌うから皆さんぜひ一緒に歌ってほしいんです。わかりましたか。2番もいきますよ。常にお腹が空いてます、優しくされると好きになります、こだわらないことにこだわる、終わりよければすべてよし、女は愛嬌男は度胸なんてことを言う私の名前は My name is I know Do you know the star I know あなたのお名前なんて言うの、まるまるさんっていうのよろしくお願いしますっていうねライブでの一場面がありますので、皆様今日のこの放送を見てちゃんと覚えておいてほしいんですよ。よろしくお願いいたします。こういったね一緒に歌ってもらいたい曲が何曲かあるので、今後もこういう講座をねアイノの歌講座を一緒にできたらなって思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。30分間楽しかった。皆様ハラハラしたんちゃいますか。アイノが一人で30分間喋り続けるってどういうことやろうって思ったでしょ。私楽しかった、ありがとうございます。はい、来週なんですけども早速、収録になるのですよ。なので来週はホームページからは見れなくて、ワロップさんのアプリから見ることができます。収録させてもらった時は、今ね生放送でしょ、生放送じゃない時は収録させてもらって、その放送はワロップさんのアプリから見れることができるので、ぜひワロップさんのアプリをダウンロードしてください。お願いします。そしてそして来週終わって、その次の週、再来週はなんとお待ちかねの福姫が登場します。福姫とは何ぞや、福姫とは誰ぞや、福姫とはどういうことやと思っているそこのあなたのために、15日はねもう知ってるよっていう方もね多いと思うんですけども、15日はぜひ楽しく行っていきたいと思いますので、15日もぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、それでは今日から9月ですよ。気持ちを切り替えて新しく、なんかフレッシュな気持ちなんですけど、皆様どうですか。9月、秋ですね。もう昨日おとついらへんからね、もう寒いからね、私冬服出してきてるんですけども、急な気温の変化でね、風邪ひいてる方もちょっとちらほら多いので、皆様油断大敵です。気をつけて秋を楽しく一緒に過ごしましょう。はい、それでは今月のこの期間限定ラジオ毎週続きますので、皆様懲りずに楽しんでみてくださいね。と、今月は5回あるので、そう、5回期間限定ですよ。ちゃんと録画できんのかな、これ録画して保存して宝物にしておいてください。はい、それではまた来週もお会いしましょう。皆様今日も一日頑張って楽しくね。ほなねー。